2の戦士が先に動いたのも単にこちらの戦力を分断したかっただけか。チェスの駒でも操るように。いえ、チェスどころかオセロの駒ね。個々の区別なんてどうでもいいというような、一滴の血も通っていない作戦の立て方。うん、そのあたり似だよね。相手の体もただの宝石の入れ物ってわけか。なんて危険な精神性。でも肝心な腕はまだまだね。まあネクロマンチストに刃物の腕前は不要だもんね。逃がさない。刃物の操り方だけじゃない、足の動き、体の使い方を見ても体術は専門じゃないよね。これなら背後を取れば制圧は簡単。武力化し、それから改めて交渉する。振り向く暇なんて与えない。え、どうしていきなりこんな達人みたいな手技。あれは2の首。背中を任せられる仲間がいるっていうのはいいものだよね。とってもとってもいいものだよね。そうだ、ネズミ君とこの場所を離れたのはあくまでも首なし死体だった。大丈夫だよ、安心して。命だけしか取らないから。その代わり君も僕のお友達になってよ。初めて会った時から君のことずっといいなって思ってた。